はい、どうもです。親父の晩御飯の時間です。まあ晩御飯って言っても昼夜兼用なんですけど、今4時ぐらいかな。うん、とりあえずね、焼きそば2人前作りました。詳しい詳細は後にしてね、先にちょっといただきたいと思います。それではいただきます。いや楽しみだよ今回は。さ、いただきます。細麺のやつですよ、例の。大丈夫だ。そんなに生臭さとかない。この大きめのお肉は何でしょうかね。うん、あ、はい、うん、脂乗ってんだね。はい、ということで紹介します。今日はこちら、前回のね、揚州商人の上海焼きそば、こちらがね半額だったんで買ってきました。細麺でね、美味しかったのよね、この間なんでリピートしました。で、キャベツと人参はね、この間の千葉県産のキャベツと、人参、春キャベツで甘い人参ですね。でさっき見せたこの大きい鶏肉のような、豚肉ようなお肉なんですけど、これはね、実はこれセブンイレブンの国産サバ水煮、お肉じゃなくて魚使いたかったのね。なんでサバ焼きそばです。でそう、ちょっとね野菜を多めに入れたんで、この揚州商人の上海焼きそばのソースの他にペヤングのソースをちょっとねブレンドしてあります。それで紅生姜はね、うん、本当は国産のがね、まあ、ここ最近はいいんだけど、まあ、セブンイレブンでタイ産を買ってきました。お値段が安いんですけどね。麺がこのちょっと細めでわかるかな。うん、いつも通り麺は水で戻さないでレンチンして入れてるんで、いい意味でのゴワゴワ感がありますね。柔らかすぎない。このサバの水煮、これが脂が乗っていいわ。ただちょいと味が薄いな、やっぱり水煮だから。だからこういう焼きそばなんかと食べると美味しいかも。一緒に味噌に入れても面白いかもね、味が入ってる分。焼きそばも和になりそう。
聞いたことあったの、このサバの水煮をナポリタン的なんか、まあ、パスタに入れると美味しいよって。じゃあ焼きそばいけるだろうっつって。そうだ、普段ねほぼほぼマヨネーズ入れることないんだけど、ちょっと入れたくなっちゃったね。なんかピロピロっていかないな。今日はさ休みだったんだけど歩いた。うん、うまい、おいしいね、やっぱり。もう散歩じゃなくてウォーキングじゃんっていうぐらい歩いた。桜見ながら、その桜の場所から公園まで、あ、動物園まで歩いていったからね。これはね、税込み180円ぐらいかな。結構ぎっちり入ってた。これちょっと入れてみようか。エビせん。駄菓子屋であるやつ。ちょっと砕いた方がいいかな。このエビせんは風味がいいからね、あんまり大きいと絡まなそうだね。うん、結構がっつり入れてもいいですわ。なんかエビ風味の天かす入れた感じする。
はい、ってことでね、ごちそうさまでした。今日はね、こちらの中国ラーメン揚州商人のね、上海焼きそばをと、セブンイレブンさんのね、サバ缶水煮をね、国産サバ水煮を使って、サバ焼きそば作って食べました。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。おやじの食卓や書を運んでいただいてありがとうございます。それではまた。ごきげんよう。